にちは、Kファームです。今回は小麦にケンブリッジかける前にグリスアップしていこうと思うので、それを撮影していきたいと思います。まずはこれ開いといた方がいいと思うので、ちょっと操作していきたいと思います。油圧を少しずつ上げる感じですね。ちょっと上げて、で今度開きますね。あ、これ逆ですね。こういう感じですね。これちなみにうちは6メーターのやつを使ってますね。まあ、6メーター30。まあ、結構広いのは広いんですけど、まあ、でも正直もうちょっと広くてもいいかなって最近思ってますね。ちょっとこれ前行きながらの方が僕いいと思うんですよね。その方が機械に負担かからない感じになってるのかなと思って。これで下に下げるところまで一回下げちゃいますね。あ、これで OK です。これであとまた準備してグリスアップしていきたいと思います。はい、それではホースが、グリスポンプのホースが準備できたのでやっていきたいと思います。まあ、うちの、まあ、前回も紹介したかなと思うんですけど、ヒーバーの、まあ、6メーター30ですね。6メーター30の幅ですね。まあ、これでいつもだいたい春先に小麦に、まあ、できれば2回踏んで、で速度はだいたい5キロから6キロぐらいでうちはやってますね。ちょっと本当はもう少し遅ければいいのかもしれないんですけど、まあ5キロぐらいでやってて、まあ、それであとはデントコンの箸の時にも使っていて、うちはやっぱりデントコンの箸の時に、まあ整地した後にプランターで巻く前に下鎮圧しとくとすごい粘りが良くて、そうこれをすることによって豆腐がなくなったんですね、うち。まあ、それなので、まあ、デントコンにもこのケンブリッジは使ってますね。一応したらこれで、まあグリスアップする場所はそんなに多くはないと思うんですけど、やっていきたいと思います。はい、終了しました。多分付け忘れとかはないと思うんですけど、一応確認していきたいと思います。まあ、基本的にこのリングのところだけが一番動作すると思うんですよね。あとはまあ畳んだり、するところしか、する時しかないので、ただこのリングのベアリングだけはやっぱり消耗品ですよね。もうやっぱり、でもうちまだ1箇所か2箇所だけ変えたんですけど、ちょっと多く入れすぎた感じですね。とりあえずは、あ、でもここ忘れてますね。ここを後で塗っていきたいと思います。一応こんな感じでこれから小麦にケンブリッジをかけていきたいと思います。
よかったらチャンネル登録やいいねもよろしくお願いします。それでは失礼します。